工場、うん、グレードって何でしたっけ？グレードっていうのは鉄骨工場のランク分けみたいなもので5種類あるんだけど、はい、その工場の製作能力とか資格の保有者とか設備とか、うん、そういうものによって決められるものなんだよね。はいはいはい。グレードによって、うん、このグレード以上じゃないと工事ダメですよとかっていうものもあったりするから、うん、大事なんだよね。秋山鉄工所は何なんですか？今上から2つ目の H グレードです。工場、うん、鉄工所ってどういう仕事してるんですか？建物の骨組みとなる鉄骨っていうものを工場で加工して作って、うん、でそれを現場に持ってって建物の形に組み立てていくっていう仕事をしてるかな。ほうほうほう。それがメインのところで、まあ、うん、あとはそれに関わるこう積算とか設計とかそういう業務かな。うん、じゃあ鉄工所ってどうやって利益を得てるんですか？工事をするのにさ、もらうお金があるじゃん。でこっちから払わなきゃいけないお金っていうのが、うん、ざっくり労務費、うん、材料費、外注費、まあ、この中にまだいろいろあるけどね、うん、もらうお金とその払うお金の、うん、ここのその部分が利益になる感じかな。部長、うん、質問が来てて、ジム未経験で鉄工所のジムになった方がいらっしゃるそうなんですけど、どうしたら活躍できますかね？ジム未経験っていうことなんで、まあ、まずは例えばエクセルとかワードとかジム作業でよく使うツールっていうのがあると思うんだけど、そういうのにこう慣れ親しむっていうのも大事かなって思うし、あとはやっぱその業務していく中で知らない言葉とかもいろいろ出てくると思うから、毎日ちょっとでもそういう知らない言葉を新しく知るとかしていくと、そのジムとしてのスキルも上がるし、鉄工所のジムっていうところのスキルも上がるんじゃないかなと思います。こんにちは、お嬢です。今日は片浜中学校にやってきました。この後授業参加を見学させていただけるそうです。それでは行ってきます。はい、終わりました。すごい皆さん発表うまくって、こう学生のうちからこういう機会がたくさんあるっていいなっていうふうに思いましたし、職場体験とかいろんなことを経験した上の話をまとめてくださってたんですけど、最初がやっぱり働くっていうことに関してこうネガティブなイメージを持っていた人が多かったので、こうそこを私たちから何か発信してプラスのイメージを持っていただくっていうことも今後の私たちの取り組みとして必要かなっていうふうに感じました。こういうふうに声をかけていただきありがとうございました。工場、オープンカンパニーやるって聞いたんですけど、どんな内容なんですか？会社説明とか、うん、工場見学、溶接体験、自分の名前とかをグレードにこう文字に書いて、うん、お持ち帰りもできます。記念になりますね。そうそう、3月の19日と、うん、あと21日に実施するので、うん、ぜひご応募お待ちしてます。沼津市から徒歩3分、約20坪のテナントになります。詳細は影山鉄工所秘書室までお問い合わせください。